では判決を言い渡します。主文1、被告は原告小暮和彦に対し1億円およびこれに対する平成25年1月15日から支払い済みまで年5分の割合による金印を支払え。2、被告は原告小暮秀美に対し1000万円およびこれに対する平成25年閉廷します。おい、話が違うだろう。すみませんでした。すみませんじゃないよ。全くめちゃくちゃだな君は。だが判決は実に賢明なものだった。どうやら私たちはその出会いが最悪すぎたようだ。どうだろう、一からやり直そうじゃないか。何いい感じの空気作ろうとしてるんですか。いや別に、私はあなたのことを心の底からヘドが出るほど軽蔑しています。こうして喋っているだけでゾワゾワ全身からおかんが走ります。これ以上馴れ馴れしい口を聞けば裁判官としてのあらゆる法的裁量を駆使して懲役刑に処しますので、そのおつもりで二度とお会いする機会のないことを心から祈っています。あい、サメバボジョーオファー受定。マユズミ、やっぱりただの嫌な女だったぞ。いい裁判官ですね。どこがだ、あんなの絶対クビになるぞ。コミカド先生。